こんにちは、翔太です。今回なんですけど、総選挙のですね、動画を上げていこうかなというふうに思います。いやー、ちょっと緊急でですね、ちょっと私も動画を回していて、先ほどですね、VIP ギフトのですね、動画を上げたんですけど、私自身もですね、どの VIP ギフトを買おうってめちゃくちゃ悩みまして、結局ですね、VIP7 かな、のところまではですね、全部購入しました。どこまで購入したかというと、8までですね、VIP8 までは結局全部購入しましたね。ちょっと新ツイッターもですね、メインアカウントは必要だなというふうに思いましたので、必要だなというか、損傷後で多分200持ってかれるってことを考えると必要だなと思ったんで、ちょっとそちらにもですね、課金させていただきました。ちょっとそれ以上はですね、MR 決勝手に入るんですけど、ちょっとさすがにコスパ悪いなというふうに思いましたんで、まあ、ちょそれより上はですね、やめましたけど、3万5000元宝とか2万5000もいっちゃったらな、まあきついなというふうに思いましたんで、そこはちょっとやめておきました。それでは、まあ、この辺はもう本当に余裕があるときにやろうかなというふうには思いますね。それではですね、今回は総選挙の動画をですね、上げていこうかなと思います。ちょっと今から初めて入りますね。はい、今のは第1回、2回、3回の優勝キャラクターたちですね。あ、ちょっとこれ結構音楽流れてます、もしかして。ちょっと私の声が聞こえてなかったら申し訳ないんですけど。はい、まあ、7月6日までありますよというふうなところになっています。はい、で、参加しますよというふうな感じです。で、どんな感じだ？第4回ですね、準備期間残り3時間9分っていうのは日付が変わるまでの時間を指してますね。で、縮小時にしましょうか。で、今回は、みんないるの？あれ？ちょっとどういうルールだったっけな。多いな。351位までありますね。ちょっと見ましょうか。基本ルールとしては、まず主将レベル30までの方はやばい、30以上の方ですね。で、2024年3月30までに実装されたすべての副将コラボキャラを除くと。第1段階では、MR と非 MR に分けられるというふうな感じになっているみたいです。で、今回は準備段階ですね。段階1と段階2では1日、段階3では2日に、継続すると。この段階では任務をこなして投票アイテムをゲットすることができる。で、投票段階1、2では6日、投票段階3では10日間ですね。投票段階があるというところなので、今は、華麗なる要因ですねっていうのが始まっているような状態になります。MR と非 MR で分けられていると、MR アバターを持つ場合は MR になってます。で、投票アイテムを持つと、投票段階でお気に入りの副将に投票することが可能。また、選別機能で応援する副将が所属するグループでのランキングを獲得することができますということなんで、MR、MR 以外で全部っていう風な感じになっておりますね。で、今が華麗なる要因が始まっているよという風な感じです。で、報酬としましては、まあ、票数ですね、最大なんぼや、多いな、8000票まで行くと、まあ、8000票までアイテムがありますが、3000票ですね、を超えたらもうボーナスステージみたいな感じで、3000票までのところで、絆の水引きであったり、参加券であったり、まあ、招待券であったり、椿水であったりっていうのが結構もらえますね。なんで、とりあえず投票は忘れないようにしてください。で、任務のところですね、いろいろあります。まずゲームにログインすることで、まあ、10個もらえますよと。で、その日限りっていうのはないですね。で、遊歴を2回行うっていうのもあります。2回も。で、ちょっと待って、今、ボスですね、3回行うっていうのと、訓練所3回行う。で、闘技場3回行う、これ忘れがちなんで気をつけてほしいのと、高速戦闘2回行う。で、月ギフトの報酬ですね、これ今、メールで受け取るようになったんで、メールですね、毎日受け取る癖がない方は、ちょっと気をつけた方がいいかなというふうに思いました。で、高級報酬っていうのもありますね。高級報酬を解除すると、500元宝をすぐ入手して、任務の、入手票数プラス 50% のバフを、獲得。同じ段階で完成した任務分のボーナスも補填されるということみたいなので、補填されるんで、これ別に後から課金してもらってもいいかなと思います。ちょっと私メインアカウントでですね、もうすでに2000、まあ、1日基本2000円までって決めてるんですけど、課金しても。すでにですね、ちょっと花の水拭きを集めておこうと思いまして、剣ですね、ちょっと名前を呼びませんけど、あれですね、ちょっと
あの花の水拭きを集めていて2000円課金しているので、今日はこれの課金はしないでおこうかなというふうに思うんですけど、まあ別にですね、後から課金しても損した分っていうのは後から回収できるみたいなんで、まあ別に後から課金してもらったらいいかなというふうに思います。まあ課金はしようと思いますね。で限定任務のところは任意の同盟に入る、あで50個もらえる、おこれで50もらえるんや。で戦役ステージ200クリアするであったり、まあちょっと見ていて400、600、800、1000クリアまで、あるみたいですね、という風な感じみたいです。増えるわけではないですね。で繰り返し任務1000円チャージごとにおーなるほど、という風な感じですね。なんで1日何個だ、10、20、30、40、月ギフはちょっと入れないでおきましょうか、50、60、70、80もらえるという風な感じで3週間続く感じですよね、になっているんで、まあ、21日だとすると、21日か、ちょっとちょっと課金とかしてないと思ってたよりはいかないかもしれないですね。限定任務が多分週ごとに更新されると思うんで、ここで意外とですね、たくさんもらえるところがあるかなと思うんで、まあ、多分2000ぐらいは票数貯めれるんじゃないかなと思うんですけど、3000はちょっと今のところは厳しそうな感じが、しているなっていうふうには少し感じ、ただのチャット画面でした、大変申し訳ありません。で応援中オート投票設定、一定後決定後一定の割合で応答報酬が、はいはい、まだ何もできないですね。多分準備段階なんで、今は明日ですね、になると投票できるようになるかなと思いますので、まあ、それまでは、うん、特にやることはないですね。うん、やれる、あ、じゃあ応援って書いてある、これ押し、あ、これで応援できるんや。あれもう投票できんの？あれ？あ、応援中止もできる。じゃあ誰にしようかな。なんかさっきと、あ、その全員あれか、1位やからこんな感じになっているのか。じゃあ私は首相なんですけど、首相がいないと思うので、どうしようかな。誰に投票、MR 以外にしようかな。誰に投票しようかな。いや、あ、ちょっと待てよ。じゃあ私がずっとですね、こよなく愛してきて、まあ、使わなくなっちゃった、今取ろうか迷っている子にしましょうか。ちょっと待って、これ見つけれんってどういう順番なんこれ見つけれんのやけど、あれちょっと見つけられなかった。いや私が探しているのは脅威なんですけど、脅威いないな。まあちょっと待てよ。じゃあ一回整理しましょうか。無課金の方は1日にここで10、20、30、40、50、60、70、80手に入れられますよと。まあなので 80×21 で、まあおそらくですけど 80×21 で1680ですね、ゲットできるっていうのと、限定任務の方ですね、まあここもちょっと1000ステージクリアしているっていう前提でいくと160、200かゲットできるんで、まあ毎週変わるというふうに考えると600ゲットできるで、考えると2280はゲットできそう、一応まだ分かんないですけど2200はいけそうな感じがするんで、まあ、ここまではですね獲得できそうな感じなのかなというふうには思います。まあ椿翡翠はゲットできそうなんで、まあそれだけでも十分優秀なんじゃないかなというふうには思いますね。花の水着ちょっと回収しておきたいな、うん、っていうふうな感じなのかなというふうには思いました。ちょっと、あ、劉備にしてみようか。あ、これで、これ投票ってまだできないんですよね。あ、まだ投票はできませんと。お、はいはいはい。あ、でもうこれで応援できるんだ。これで応援してるキャラクターに平均的に票が入るようになるのかな、ちょっとわかんないですけど、あの皆さんですね、応援してるキャラクターがいる方はですね、ここで応援してもらえばいいのかなというふうに思います。あ、これで何パーセントこのキャラに投票するっていうのが決められるみたいですね。これ 100% 超えたら、あ、 100% は超えられないというふうな感じになるんでちょっと変な感じになっちゃいましたけど、こういうふうな感じで、あ、上にマイナスがあるんですね。なるほど。っていうふうな感じでですね、やっていくみたいです。まあ、これはですね、参加したら参加しただけ得なイベントになりますので、課金、一部課金し、まあ、この繰り返し任務のところですね、課金ちょっと入っていたりだとか、高級報酬解除することで、50% ですね、任務の入手票数増やすことができたりとかしますんで、まあ、ちょっとこの辺を活用しながら、そうですね、そっか、高級報酬か、
開放してもらえば3000は絶対いくかなと思いますので、まあ、課金できる方はそこも検討してもらえばいいのかなというふうに思いました。まあこれは参加し得なんで、皆さんですね、参加するのを忘れないように気をつけてください。まあ今回の動画はですね、ここまでにしようかなと思います。ちょっとそろそろ東博1位になってもいいんじゃないって私ちょっと思ってるところがあるんで、東博に入れようかな。東博に入れよう、私は。なんとなく。東博見つけ、東博ってもしかしてあれか、いないのか、こっちか。いやこれちょっとどうやって見つければいいのもうちょっと見つけれるようにしてくれよ。推しキャラどこにいるかわからんねんけどって感じなんで、ちょっとなんとかしてほしいなと思いました。じゃあせめて文字で検索できるようにしてもらいたいなと思います。今回の動画はですね、ここまでにしようかなというふうに思います。ちょっとまだですね、もう一本動画を上げないといけないんで大変だなとは思っているんですけど、やっていこうかなと思うので見てもらえると嬉しいです。今回の動画はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。